マリア・ビトムスカは、ハンガリー王カーロイ一世の最初の日、ビトム公、カジミエ氏とその妻、ヘレナの間に、第三次、長女として生まれた。ヤンドゥゴシュの年代記によれば、マリアは1306年に、ハンガリー王カーロイ一世と結婚したとされ、多くの歴史家は、この記述を譲演している。この縁組はおそらく、ポーランド王ブ・ワディスワフ一世の主導によって、成立したもので、 中介役を買って出たのは、マリアの兄で当時クラクフの修学修士であった、ボレスワフだった。またこの結婚には、ポーランドとハンガリーの両王国の接近という外交的要因もあり、アンジュ家の王朝政策がポーランドとも密接な関わりを持ち始めたことの現れだった。また、マリアの王妃としての地位は彼女自身の兄弟が、ハンガリーの教会において、キャリアを、 飛躍的に高める役割を果たし、ニー・ボレスワフは、エステル・ゴム大司教の、弟・ミエシュコ・アニトラとベスプレームの司教の地位を、与えられた。マリアは1317年12月15日、ティミッシュアラで没し、聖ケシュフェ・ヘール・バールの聖マリア聖堂内にある王家の、地下のお骨堂に葬られた。カーロイ一世とマリアが、結婚生活の中で子供を設けたかについては、議論が二分されている。 一部の歴史家はマリアが不妊であったために子供ができなかったとしている。しかし経図学者、ブージミエシュド・ボジャチェクの主張を支持する別のポーランド人歴史家の一派と外国の歴史家たちはマリアが夫との間に二人の娘を設けたと考えている。カタリン・シフィドニツァ公、ヘンリク二世と結婚、間に生まれた一人娘アンナは神聖ローマ皇帝カール四世の、妃となった。 エルジェーベト、オポーレコー、ボレスワフと結婚ただし、上記のように、マリア夫人説を主張する、歴史家によれば、カタジナとエルジェーベトの母親は、カーロイ一世の三番目のヒエルジュビエタをキエトクぶな、だとされる。ありがとうございます。